時刻は10時40分を回りました、元気にいきたいと思います。元気キッズのコーナー、今日はですね、上原美穂の Dear Vegetable、 このコーナーは野菜と果物の良さをお伝えする Dear Veg がお送りします。このコーナーの担当は土井さんです。はい、今年からこの時間は子どもの食事を中心にお届けしていきます。お話は野菜ソムリエの上原美穂さんに伺います。上原さん、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いいたします。今日寒かったですよね。ものすごく寒かったですよ、ね、上原さんはね、はい、あの神石の方からなので、はいはい、もう0度をね下回ってたと思うんですけど、雪降ってました？え、今日は降ってなかったですね。今日は降ってなかったので、そうです、マイナス、家を出た時にマイナス4度ぐらいでした。マイナス4度、はい、寒かったですよ。はい、よく来ていただきました。はい、はい、で早速なんですけども、はい、上原さん、はい、この時期ならではのことをお聞きしてもいいですか？はい、あのこの時期やはり気になるのがインフルエンザですよね。はい、インフルエンザだったり、あの風邪ですよね。はい、このような食事がいいよとか食材がいいよっていうことってありますか？はい、もちろんですね、私も3人の子供を育ててきて、この時期ってやっぱり小さいお子さんはね、風邪をひいたり、インフルエンザをもらってきたり、すると思うんですね。で、まずインフルエンザとか風邪とかね、やはり体の中に菌を入れない、ウイルスを入れないことが一番なんですね。で、そのウイルスを入れないためにもですね、まずウイルスどこから入ってくるかって言ったら、口とか喉とかね、そういったところから入ってくるんですが、この、喉とか鼻の粘膜、ここでねまずブロックを、してやりたいんですね。もうそこでもブロックをかけられるんですか？はい、だからよく言われるのが手洗いとかうがいとか言いますよね。はい、言いますね。うん、で、もちろん手洗いうがいも必要で、それは入ってきたのを外に出すという意味なんですが、その前にその粘膜自体をね潤してたり、粘膜自体がもともとの働きをしていたら、入ってこないように、寄せ付けないようにしてくれるんです。で、その粘膜を、強化したり、もし傷ついたね、ウイルスとかその菌で傷ついた粘膜を再生してくれる、そういった栄養素が、ビタミン A っていうんですが、ビタミン A とか C とか E なんですね。はい、でこれを持っているのが、よく聞くと思うんですが、緑黄色野菜、色の濃い緑とかね、赤とか黄色が濃い野菜、例えばどんなものがありますか？例えば今時期だったら、例えばかぼちゃとか、それからほうれん草、人参、このあたりとかね、あとちょっと時期は外れますが、トマトとかピーマンとかね、そういったものも緑黄色野菜になりますので、そういったもの、それからビタミン C についてはもうお野菜果物すべて全般に持っていますので、今時期、よく食べるのがおみかんとかありますよね。はい、あともうそうですね、1月なので出始めたかな、いちごとか、そういったものはビタミン C がたっぷりですので、そういったものをぜひ取っていただいて、粘膜の強化、再生、保護にね努めていただくというのが、まず一つですね。はい、でそれと、それからもし、どうしても中に入ってきちゃう、で入ってきたら今度お腹とか胃とか腸でね、の機能が弱ってなかったら、そこでもやっぱり出してくれるんですね。でやっぱり胃とか腸をの調子を整えるということが必要になり、腸の調子を整えるのはやはり食物繊維と呼ばれるものですね。もうこれはもうお野菜果物全般なんですが、特に、リンゴとかね、果物が持つ、水溶性の食物繊維はお腹が、下っててもね、便秘しててもどちらでも、整えてくれますので、すりおろしリンゴとかそういった、果物をね、はい、ぜひおすすめしてます。なるほどね。風邪をひいた時にすりおろしリンゴをよく食べてたんですけども、はい、もうそういった効果もあるんですね。そうなんです。お腹のね、やっぱり、これから嘔吐下痢とかね、ちっちゃいお子様、ね、お腹を下す風邪が流行ってくると思うんですが、そういった時には無理に何かを食べさせるんではなくって、そういったすりおろしリンゴを、ちょっとくずでね溶いてやって食べさせてあげるとか、そういったことでお腹の調子を整える、また糖分もね体の中に入れてやるので早く良くなると思いますよ。はい、なるほどね。はい、
はい、あのリンゴあのすりおろして汁だけでも果汁だけでもよろしいですか？いっぺんの方がいいですか？できればあのすりおろしたそのまま全てあのできれば皮ごとね、うん、皮ごとするんですね。そうですそうです。皮をあの、まあ、外をねあの農薬とかいろいろ気になると思うのできれいに洗ってあの皮ごと吸っていただいたら抗酸化体を錆びないねあの作用のポリフェノールもいっぱい取ることができますのでぜひあの皮ごとすりおろしてそれを召し上がっていただくとか子供さんにはいいかなと思いますよ。そうなんですね、はい、まず口でブロック、はい、そして野鳥でブロックブロックする、はい、という2段階あるんですね、はい、はい、それもやはり野菜であったり緑黄色野菜であったり、うん、リンゴなどの果物でそうやってブロックしていくということですね、はい、そうですね、はい、はい、今日はねインフルエンザそして風邪に良い食材ということでお聞きしたんですけども、はい、これからも食についていろんなことを教えてくださいね。はい、よろしくお願いいたします。あ、そう言っていただいたのであの、まあ、日常の中でねあのこんな時ってどうすればいいの、はい、とかあの子供がこの野菜とか果物とかってちょっと苦手なんだよなっていう時には、はい、あの相談に乗ってくださいね。はい、あのぜひねあのこちら あのレディオビンゴまで、質問とかねあの送っていただければあのなるべくお答えするようにしておりますので、はい、ぜひ送っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。あれですよね、あの同じ食材であっても子ども向けの食事こういうふうに調理すればいいよとかってい こういうアレンジの仕方もそうですね、あったりします。基本的に子どもさんっていうのお野菜が苦手あの食べられないっていう理由があるんですね。だからそれをお母さんはよく分かってあげてあの例えば切り方であったり見せ方であったりねそういうあの演出を、ね、してほしいと思うんですね。これは冬の間でもやはりあの演出でね例えばほうれん草が苦手だっても、みんなで食べる、ね、鍋とかにして食べると食べれるよっていうようなそういう演出もしてあげてくれたらあの食べれるんではないかなと思います、はい、なるほど、はい、ではまたどんどんお聞きしていきたいと思います、はい、あのぜひねあの質問疑問などがありましたらあのおはようときめきタイム火曜日上原美穂のディアーベジタブルまでお寄せください。お話は野菜ソムリエの上原美穂さんに伺いました。上原さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日の元気キッズは上原美穂のディアーベジタブルをお届けしました。このコーナーの担当は土井さんでした。